ですね、この度私ども GEA グループゲアファーマー社がですね、最大のテーマとして、持ってまいりました連続での固形材の製造プラントのご紹介をしたいと思います。実はですね、化学工場とか食品会社、食品工場、いろんな産業というのはですね、製品の製造というのは連続的に行われているんですけれども、製薬業界さんにおいてはまだバッチが主流です。でそのバッチの主流のバッチをですね、連続的に作っていこうということで、我が社の方、我が GA グループはですね、ドイツのシーメンスと、それからイギリスの GSK、 あるいはオランダの大学と組んでですね、チームを組んでこの連続的な固形製剤プラントを完成させました。でこれはアメリカの FDA、等もですね、非常にこういったような技術を推奨しておりまして、やはり製品の作り込みといったようなこと、それからリアルタイムリリースと言われる意味でですね、いわゆる製品の作りだめではなくてリアルタイムで製品を作っていこうというようなこととかですね、それからもう一つはセンサーの技術、パッドの技術を利用してですね、製品の作り込みをやっていこうと。ですからバッチでやっていくというのではなくてですね、連続的に常にフィードバック、フィードフォーワードという制御を組み込みながらですね、製品の作り込みをやっていこうというところに大きな特徴があります。それからこれはテスト機でございます。これは増流乾燥のテスト機です。で、ただですね、これ増流乾燥のテスト機なんですけども、実機においてはこの湿式増流のこのステーションは実機においても全く同じサイズです。それはなぜかと言いますと、打蒸気のスピードで増流乾燥、増流をやればいいと。で乾燥はですね、実機になりますとこれが6つつきます。6つついて順次乾燥をこうやっていきまして、乾燥が終わったものから排出し打蒸に行くと、今回こういう展示をし、私どもとしてはこのテスト機をですね、今度新横浜のテクニカルセンター、私どものテクニカルセンターにこのまま設置します。そしていろんな日本の皆さんに見ていただいたらテストをして、実際にその成果を見ていただこう。すでに見本市の後、その翌週から2社もテストをやりたいというような申し出があったりしましてですね、そういう意味ではこれから非常に期待しております。